すみません、ボーカルが上向いてない。ボーカルマイクがある。スイッチ入ってる、あるやつ。マイク。ない、ないなり。ありました。OK。はい。よし、行きましょう。はい。行きます。あ、もう、こんばんはとかないですか。はい、行きます。ワン、ツー、フォー。考えてたらあるペーパー。さあ、イエーイ。さあ、イエーイ。仕事がいい。ソングということで、神田駅から歩いて一般泉でいっぱいね、ということで、やりましたけど、お次、はい、普通はこれまだいっぱいありますよ、はい、なんだ何したいのってなんですか。赤玉ポットワイン
あと10日ぐらい過ぎると2023年新年が始まりますが、新春ということで、春が来たねみたいなね、はい、じゃあ次宮本を歌わせていただきますね。この前もうやめますと宣言をした吉田拓郎の、初期の歌で、春だったねをやります。まあ、ご存知かと思いますね。もしあれでしたら皆さんね、あそこのサビのところ、あれは春だったねと一緒に声出していただければ非常に心強いかと思います。はい、ワン、ツー、スリー、フォの彼氏をやります。これは昔懐かしい曲ですね。まあ、これはシンガルのところはないけども、まあ、もし今年の今年の1月くらいになって、はい、はい、ここでやってるんですか。大体ここで、はい、これさ、いや次はユーカダンの曲なんで座りますね。ユーカダン、ご存知の方、あそこは立ってることはないから。マイクいいかなと。私の彼氏。
ね、昔あのユカダンというね、その、まあ、今でも現役でやってますけど、ブルース日本を代表する、ブルースバンドですね、大好きなんですけどね、のカバーバンドやってた時に、僕もこれを歌ってはいなかったですけど、ベースを弾いてましたけどね、私の彼氏という、まるで中学2年生が作ったような曲なんですけど、メリークリスマスと銘打って、やっておりますが、我々、MS デコボコは、山本ちゃんの来年還暦か、来年還暦、はい、60になります。テラさんも還暦、年男、還暦、年男、次の年男来た、山本ちゃんということで、今のところ大野木君が一番若いな。
小野くん何歳？53です。53。でも53が一番若い。50過ぎてるのか。あゆが49。あ、そうかそうかそうか。年齢ね、年末に来てね、渡辺ボーと CCB のなんちゃらと赤道地下とまさに60が足して181歳が行っちゃいました。次の行っちゃいまして、70の壁というのはなかなかね超えられないですね。みんな70ぐらいで、まあ人生大事にしてください。今日は忘年会なので、いかにも忘年会という感じの、お酒の歌が、酒が飲める、酒が飲める、違います、違います。忘年の名曲のお酒の歌を加藤登紀子と神谷次郎が歌っていた。酒は大関心意気。死して屍残すっていう。はい。ということで、大関の歌を、歌って飲んで、大関飲んだらじゃあ外の酒場に出ようじゃないか。酒の次に、歌が続きます。往年の名曲、レコード大賞も取りました。細川たかしの北酒場。これもね、あのシンガラウですね、北の酒場通りにはこれが頭とサビのところ、頭とサビのところ1番2番でありますんで、これも皆さん気持ちよく声出していきましょう。はい、いきますよ。いいですか。
はい、ワン、ツー、スリー、フォー。に行きます。シベリアまで行っちゃいます。さらばシベリア鉄道大滝栄一。まあこれはあんまりみんなが歌われてもですよ。最後のね、あの伝えておくれよ12月の旅人、あそこは1番も2番も一緒ですから、まあ心ある人はそこら辺も心あるよね。まあいいか、いきますか。はい、はい、確かですね。はい、we'll be right back.
同じマイナーコードですけど、でもこれ重いですよね、この曲次はね。一人だっけ？一人です。傷だらけの天使。昭和何年ですかね、あれね。俺ら16の時だから、49年か。いや、数えない。数えない。1、2、3、4、5、6、7、いっぱいみたいになっちゃう。昭和46年。名作だよね。名作、傷だらけの天使、ね、というね、結構今じゃあれですよ、放送コード引っかかっちゃって放映できないようなね、オールヌードが出てきたりね、すごい番組だったんですね。主人公萩原健一、証言これとっくに奇跡に入りましたそんな感じ。ドラマの中では、証言おさむちゃんの相方が、あきらちゃん、水谷豊さん、今は右京さんですけどね。アイドルなんか全然記憶ない世界ですが、記憶の前で生まれてないね。生まれてない48年なの。そっか、40違う、49年だから生まれてんだよ。いや、1歳じゃん。やらないことだし、まだ湯気出てるかもしれない。で、この傷だらけの天使の最終回っていうのはね、もう、いまだにこの脳裏にガツって焼き付いた衝撃的だし、で、風邪ひいて相棒のアキラちゃんが死んじゃって、で、死んじゃったアキラちゃんをドラム缶に詰めてリヤカーで夢の島に運んでいくという。で、夢の島、ゴミの島の当時やね、ゴミの島に相棒を捨ててくるというね、なんというストーリーだったかなというね。で、そこで、その最後のシーンに流れてた あの曲は一体何だったんだろう、長年、探してたんですけど、やっといつだか数年前に見つけて、一人というね、もう日本ブルースでしたもんね。デイブ・ヒラオ、デイブ・井上貴之さんね、作曲井上貴之、ボーカルデイブ・ヒラオ、安部もデイブみたいな名曲だよね。やってみたいと思います。すごい思い出がすごい。ワン、ツー、スリー、ワン、違うでしょ。ワン、ツー、スリーか。ワン、ツー、スリー、ワン、デン、カー。はい。リハ。リハじゃあまた戻った。はい。ちょっと待って。ワン、ツー。消えてゆく一人だけ
落としましたね。ヤフーオークションでなんと2000円のストラトテレキャスターいい音するでしょ。あねえ、白のギターっていうのははじ生まれてもしかして初めてかもしれないですけどね、持ったのが。今日はだから、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマスということで、テーマカラーはホワイト、レッド、グリーン。すいません、グリーン持ってなくて。MS デコモコも佳境に入ってまいりました。何時からだっけ？ 7 時だっけ？ 10 分から。ということで次の曲は RC サクセションの曲、これも懐かしい、今の清志郎のいいことばかりはありゃしない。今の清志郎ももう死んじゃいました。もう今日歌ってる曲で生きてる人誰もいない。本当だよね。バカすかしい。渡辺徹とかこれ死んだでしょ。だからなんか我々もおいでおいでされてるみたいな。いや、じゃあ CCB やりますか。CCB 止めないでいいんだ。この曲ですね、ちょっと歌詞で一つですね、分かりづらい隠語がありまして、これちょっと説明しておかないとね、何歌ってるのか分かんないってありましたね。はい、歌詞のもう繰り返しのね、ところで月光仮面が来ないのとっていう歌詞がありまして、これ私も昔当時聞いた時にはさっぱりよく分からなかったところですけど、これ聞くとですね、いわゆる女性の月のものの あれが来ないんですよっていう、そういう男にとっては非常に心臓を打ち抜かれるようなですね、そういうセリフの、歌だということでございます。月光じゃないのね。いや、月光仮面ですね。月光仮面の場合です。ということで、じゃあ行きますか。いや、4か、4どれなんだ。
でこの街に着いた。背中丸めて帰る道、何も変わっちゃいないことに気がついて、坂の途中で立ち止まる。金が欲しくて働いて眠るだけ。いいことばかりはありゃしない。昨日は白バイに捕まった。来ないのと、あの子が電話かけてきた。金が欲しくて働いて眠るだけ。電池も買えなかったんで切れちゃった。マルクス・レニが俺のハウルのハートの中にいる。俺マルケだから。次の曲は佐久間さんが歌います。レニー・マイ・ハート。誰の曲なんですか。スリム・ハーポ。あ、スリム・ハーポですか。なんだ、真っ黒じゃないですか。すぐ真っ黒ですね。この曲は年末になると佐久間さん必ず歌うっていう曲なんで、そこら辺ちょっと勘弁してもらっていただいて。すいません、毎年これです。すいませんって。去年も確かこれでしたね。画面は買ったぞ。2003年からずっとやり続けてる。レイディン・イン・マイ・ハート。僕の心はおしゃぶりに my heart.
幸せをかみしめていただけたでしょうか。ということで、デコボコ残すところ、あと2曲となりまして、宮本が立ち上がると、宮本の歌です。でいつもの、ミニザムーチャーでございます。知ってる人は知ってますけど、まあ、今日はあの初めて来てくれた、友達もいますので、ちょっといつものような練習をしておきたいと思います、うん、ね、おぬくん、はい、はい、ちょっとね、一緒に声出していただく練習しておきますのでね、はい、いきます。あのみんなもちゃんの、ブルース・ブラザーズという、ね、映画の中でやった、キャブ・キャロウェイがやった、はい、あのあれあれあれキャロウェイ、はい、あれでちょっとじゃあ最初練習をしてください。わーん、あの私がはいで、はいで、はいで、ほーって言ったら皆さんがはいで、はいで、はいで、ほーまたそれで、繰り返しをします。で、一番今、山彦さん、さんというなってくると、ワン、ツー、スリー、はいで、はいで、はいで、ほー、はいで、はいで、はいで、ほー、ほーで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 、ありがとうございます。ここまでできればもう完璧です。低いです。でもね、これ2番とかその後で高くなっていって難しくなりますんで、ついてきてくださいね。はい。おい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 、バンバが言う、おいおい、いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリI'm sorry.
ました。約束の笑って、まあね、1年ね、365日過ぎてみるといろんなことがございますよね。毎年毎年、こんなこともあるんだ、こんなこともなんて、一つの中で今年の10月18日をもちまして、同僚宮本ちゃんが、同じ会社を辞めまして、ね、リタイアしちゃいました。まあ一緒にね、何年もね、まあそこら辺のお二人も一緒ですけど、タクシーでドライバーの愛歌ですね、これね、タクシーラプソディ、2年くらい前に作ったのかこれ、悲しいタクシーのオーケーションだったんですよね、もう身につまされる歌詞です、それ違うね、知らないんだ、違うから違うから、これはもうノリノリでいきます、ワン、ツー、いきますか、ワン、ツータクシードライバー一号一会の使い捨て商売窓で使われた出口聞かれそれでも我慢のタクシードライバータクシードライバー誰かが言ったけのわからぬ奴らが相手人形減らして寿命も減らすそれでも前向きタクシードライバI'm gonna go to the hospital.
来年の1月に休めるから。